パフィオペディルムサンデリアヌウムは、卵化の植物で、カリマン担当ン北西部のムルサンの固有種。別名はオバケトキワラン。大型種で、温暖から高温の地域で生育し、カリマン担当ンの岩を植物である。生態は2から5個の赤みを帯びた茶色の花を幅70センチメートルで、同時に開花させる。ガワタベンは、単光色に暗視光色を帯び、リボンのようによじれ、 数十センチメートルほど垂れる。各個体は4から5枚の光沢を帯びた単緑色の葉をつけ、その葉は長さ45センチメートル、幅4、6センチメートルである。花の寿命は5、7週間である。染色体数は 2N イコール26。種小名のサンダリアナムはヘンリー・フレデリック・コンラット・サンダーにちなむ。最初の発見は1885年に、 ヘンリー・フレデリック・コンラット・サンダーの収集家仲間で、あるジェイフェルスターマンによってなされ、時に1メートル長にもなる花びらの長さゆえに除名となった。この花弁の長さは、卵化のみならず、すべての花の中で最長である。その後、多くの後輩で、親しとして利用されてきたが、その雑種は一つとして、親のような、異常な、長さの花びらに成長する種はなかった。 20世紀に入って、すぐに栽培株が失われ、野生個体群も絶滅したと考えられたが、1978年にイワニールソンに再発見された。野生の個体群は、グヌンムル国立公園で保護されている。非対感性常緑多年層。グヌンムル国立公園周辺に分布し、標高は100、500メートル、開花の時期は4月から6月である。 急瞬なく倍岩室の石灰岩岩峰の頂上付近で見られ、生育環境の平均気温は22摂氏25度である。適度な深い影で、石灰室の pH7.3 から7.5で、苔や落ち葉、願い岩に付着した環境を好む。通年で多くの降雨が必要である。ありがとうございます。